なんかあの自民党の大越副大臣が統一協会の推薦確認書に署名したことが判明っていう形で、はい、まあこれまではね知らずに関係団体の会合とかに参加してたってみたいな感じでまあ、じげ入れてましたけども、うん、まあ推薦確認書っていうことでさすがにね、まあ、署名っていうことで。 ま,あまずい,いかなっていう形で大串、はい、副大臣に関しては統一教会を取り締まるべきポジションという形で、うん、まあそれで統一教会からまあ支援してもらったという形で、まあ、マイナスしかならないかなという形でしかもこの推薦確認書の政策というのもいろいろとやばくてこの憲法改正とか家庭教育支援法とか LGBT とか、まあ、その日韓トンネルという形でいろいろともありますけども、うん、LGBT に関しても日韓トンネルにしても。 まあそれだけでもやばいんじゃないかなって形で、はい、まあこの LGBT 問題に関しては、まあそのいろいろとまあ世界からも怒れてますけども、まあこの辺もね、その統一協会がまあ関与してたのかなってことで、うん、まあ以前この LGBT に関しても自民党の稲田朋議員が 多様性いう形で LGBT 法案とかを整理させようという形でしてましたけども、はい、まあこの安倍晋三さんと山谷英理子議員がまあ阻止をしたということでうんまあしかもこの憲法改正についても現在の憲法とかではまあ政府の行為によって再びこの戦争の惨禍が起こることのないようにという形でまあ決意という形であるのが、まあ、その分がね改正後には消えてるという形で。はいはいはい まあつまり、再び戦争できるこれにしようという形で、この憲法9条がこの含まれている第2章とかの章の名前とかも、戦争の放棄からこの安全保障に変更という形で、<ー>まあ一応、条文とかにはこの戦争放棄という葉とは残っているけれども、その直後にこの自衛権の発動をまあ妨げるものではないという形で、わざわざまあ追加されているという形で、はい、まあしかもこの憲法改正がなかなかこのできないんでこので、集団自衛権のまあ公使容認とかも、憲法改正とかも、 まあ国会とかの議論もまあせずにまあ各決定で解釈を変更という形でね、うん、まあそれでこの翌年には安全保障基本法を制定してまあ後付けでやったという形なんですけどもこの辺がねアメリカからまあ動かされてるのか、まあ、利用されてるのかね、まあ、分からないですけども統一教会にお願いされたという形で見られてる家族はお互いに 助けなけけななればいけないとかねそういった文言とかもまあ挿入されているという形で憲法改正とか当然やった方がいいと思いますけども、はい、まあこの自民党に任せるとまあどうなるか分からないしまあ、ね、まあ立憲民主党に任せてもまあ危険だし <laughs> まあこの LGBT 法案に関しても G7 とかでは同性カップルを法的に保障する法律というのはないのは、ね、日本だけだし、うん、世界保健機構とかも精神疾患から同性愛をまあ30年前に削除という形で。うん まあこの国連からも2 0 1 0年にまあ日本に LGBT に関する指摘がされたりとかしてね何もまだ進んでないということで安倍さんに関しては UPF とかでビデオメッセージとか出したのは国連の NGO だから頼まれてって形でまあそう擁護してるけども、うん、LGBT に関してはまあ国連を無視って形で。 ここの辺もももどどうなるかなってこともありますけれ、ね、ちなみにこの世耕幹事長が以前にこの国会とかで自民党が統一協会との協議に賛同する我が党の議員は一人もいないって形で言ってましたけれども、まあ、この賛同するね署名を何十人もしていたって形で指摘をされて、うん、まあ実際にこの自民党の議員はまあ署名してましたって形でまあ実施をしてきて、まあ、そうしたら今度はこの世耕幹事長が まあ猫の手も解体金っていうのは、サインするという形の認識を示したという形で、この国会議員がいかにまあいい加減かということもまあ判明したし、<laughs> まあこのように、ね、統一教会をまあ解散命令までまあ持っていけるかという形で、まあ、今後ね、うどうなっていくかですね、そうですねここは動いていかないとね、10月もなんかやっぱ自民党に投票するからこうなるっていう言葉がね、ツイッターではトレンドリー何回もしてて、自民党がなんとかしてくれたらいいんですけど、なかなかそうはならなそうなんでね。 そうですねまあ、ちなみにこの小室圭に関してはこの賞賛コメントばかりのコメンテーターが目立ちますけども、はい、このニューヨーク州の弁護士資格を持つ八代弁護士が、まあ、小室圭がこの3回目に合格したことに関しては、まあ、大体ね、まあ、みんなこの1回目で受かるんですよって形の、まあ、ことと言ったらね、まあ、スタジオがまあ空気が微妙な空気になったって形で、形で <laughs> この八代弁護士の周りとかにもこの1回目で不合格になった人は 一人しか知らなくて、うん、まあその人はまあ2回目で受かったんだけども、まあ、この人は1回目の時にはこの美容器で1週間寝込んでたってことで、まあ、それでまあ勉強できない期間があったんで、まあ、落ちたんだろうって形でねしかもこの小室圭に関してはこの法学部を出てないっていうことでジャパンさんのチャンネルとかでジャックさんが対談した時に言ってましたけども、うん、小室圭が出た一橋大学院のまあビジネスローはお金を出したらまあ誰でも入れる学部で。 一橋大学の OB とかの組織の助水官とかは、まあ、この学部っていうのは誰でも、ねまあ、入れて恥ずかしいからまあ閉鎖してくれみたいな感じでもうそういった声とかも上がっていることを、ねまあ、紹介してましたけれども、うん、まあこの一と大学院の小案を下げている学部を出たっていうことで。 フォーダム大学への、ね、入学資格をゲットしたということで、まあ、しかもね、まあ、誰でもお金を払えば入学できる学部なのに、まあ、その小室圭が奨学金を全額面除しって形で、まあ、全額にね、まあ、ただ一人の奨学金を全額面除しって形ではいはいなったということでね <laughs> うん、まあ、これでまあちなみにその依頼する人が3回目で受かった人かって形で分かるとこのわざわざ、ね、その人に頼みませんよって形で、まあ、聞いたら、まあ、このアメリカではね 司法試験何回目で受かりましたかとか当然まあ聞かれることもないっていうことで小室家の場合はこの日系企業とかお客さんをまあ買いなくしてね 連れてこられたら、この何回目で受かったかはまあ関係ないという形で、うん、まあやってましたけれども、はいはい、ただ、日経休業であれば、小室圭がこの何回目でこの合格したかを知ってるってことでね、うん、誰も頼まないかなという形で、<laughs> ただ、裏金とかもらってたらまあ別なんでしょうけれどもんなんかね、デイリー・メールなんかもね、あの皮肉の意味を込めてですけど、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアも、ニューヨーク州の司法試験に2度失敗した後3回目で合格したのは有名だから、大丈夫だよ、小室圭みたいなね、皮肉を込めてなんか書いてましたけど。そうですね あまあ、ちなみにこのジョン・ F ・ケネディ・ジュニアは3回目で合格したんですけども、まあ、大学はのニューヨーク大学という形で、まあ、世界でこの22番目に賢い大学という形であ<ー>まあその大学から、ね、この司法事件に落ちた学生というのはおそらく、ね、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアだけなのかなという形で <laughs> もしかしたらこの1回目と2回目というのはそのジョン・ F ・ケネディ・ジュニアですらもこの事前に解答を教えてくれなかったということで <laughs> まあこの3回目は賄賂で教えてもらったのかなということもあるかもわからないですけども <laughs> ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアは ニューヨーク州の地方検事法を4年間務めているということで<う>、まあこの将来はね大統領候補という形でまあされていたんだけども、うん、このいとこの結婚式に小型飛行機で向かっている時に墜落で亡くなったということで、これに関してはこの事件と両方のあれで調査されたんだけども、事故だって形でまあ判断されたという形でね、まああは不思議な事件もありますけども、ちなみにこの小室家の留学に関してはね、女性セブンとかもうちょっとまあ、 コース特権ちゃうかみたいな感じで書いてましたけども、はい、最近はこの眞子さんもこの間ね鮮魚店に行ったように魚の遮り方も学んでるのかなって形で当然まあここにもね税金がまあ使われてるのかも分かんないですけども、うん、これまでの小室家の留学についてのありえないコース特権について書いていって眞子、はい、さんが私が留学を早めたりとか、まあ、拠点を作ってほしいって形でお願いしたりとかね 小室圭が独断で動いたことはないという形で、まあ、語ってて、うん、まあ最初はこのハワイとかに留学を希望したけれどもアクショご夫妻がハワイはまずいということで。 まあ年間授業料が700万円という形で高いフォーダム大学になったという形で、うん、まあしかもこのプリンセス・マッコのフィアンセという形で、フォーダム大学のホームページにも載ったということで、しかもこの全学のようただ一人の奨学金全額免にとって形で、書籍代とか航空券とかもあの出してくれたりとかね、えー、まあさらにこの奨学金をもらう生徒は他社から支援を受けたらだめという形になっているんだけれども、うん、奥の総合事務所からまあ生活支援とかをまあしてもらいながら、 しかもこの奥の総合事務所からはこのパラリーガの留学っていうのは小室圭が初めてのケースなんだけども、まあ、このもね日本とかで弁護資格のないやつがアメリカでね弁護資格を取って帰ってきても日本ではパラリーガのままだし、はい、まあ当然そんな留学させる必要もないわけで、まあ、それでその生活費を支援してもらったのに。 まあ、気が変わったからアメリカで働だまあそういった状態なのねこの秋島ご夫妻はお喜びにおよって形でちゃんとね生活支援をしてもらったお金をね、まあ、返してなさいよとかね、まあ、そういう形で怒らないといけない場面なのにもう、はい、お喜びって形で、まあ、相変わらずね、まあ、すっとぼけてますけれどもまあ、ね、まあ今でもこの生活費の支援がまあついてるのかなって形で多くの総合法事務所としても元皇族の弟となる小室家の支援はまあ長い目で見ると 大きなメリットとなるという形で、まあ、判断したんでしょうみたいな感じで書かれてましたけども、うん、ただまあその日本の法事務所のランキングとかではまあ落ちてたし、まあ、職員とかもね、まあ、小室圭にまあ支援したことで何か見たみたいな感じでもまあ報道されてましたけども不満があって、ね、ホールダム大学に関してもこのランキングが落ちてたしね、うん、まあサンドラとかもまあ就職はかなりの忖度がまあ,あったんだろうということで普通はこのインターンとかを経験してこいつは使えるなって形になるとまあそのままね、まあ、就職をする流れなんだけども まあ小室家はその受け入れ先がなかなかね見つからずにゲイリー・モルケさんがまあ紹介されたのか他の支援者がマックさんの支援された形でまあ紹介したのかって形でまあ言われてますけどもゲイリー・モルケさんは私は知らないという形で言ってたんでまあどうもこの奥の弁護士がニューヨークの人脈とかでまあ紹介してもらったのかがまあそのサンドラフ事務所かなって形で言われててねただまあここに関しては恐らくまあその黒柳のことさんとかも関わってるんちゃうかなってことでまあこの三菱 UFJ のアメリカ系列で ユニオンバンクが寄付金とかを上げる代わりにまあ受け入れてくれみたいな感じでなったのかなって形で、はい、まあちなみにこのアメリカとかに行くまではこの日本滞在で高級マンションとかに行ってましたけども、まあ、日本に行ったらね1か月半で金銭トラブルの400万円とかを含めると750万円以上は間違いなく使っているだろうということでこのお金に関しては眞子さんのお財布だろうし、まあそれねまあ、税金と言われても仕方がないかなって形で<笑><笑>次の課題としてはこの小室家の人物交差っていう形で。 まあどうなるかということですけども、うん、まあそういうところビザに関してもね、まあ、毎回抽選ということにもいかないから、まあ、当然、永住権という形でなるんでしょうけども、はい、まあやっぱビザに関しては抽選んと言いながら、まあたくだったのかなという形で、もそもそもこのホーム女子とかでは、この H&B ビザとかも、まあ、抽選で通っても許可が下りないから、帰国をさせられるということで、はい、まあだからこれがね、 何のビザを保有しているのかという形で、うん、まあ弁当のパシーとかに特別な技能とかも必要ないだろうし <laughs> まあどんな裏側を使ったのかという形でやっぱりまあ,あの特殊な、ね、医療の,このパスポートが何かこの怪しかったし<ー>配偶者とかには原則として就労は許可されていませんけれども、うん、まあ例外もあるという形で、まあ、この就労許可証を申請して、まあ、審査に通れば就労が可能という形で、はい、まあそれが小室圭が H&B の有効期限の1年前までに 永住権を申請していれば、まあ、マックサムにその期間は、まあ修了許可が降りるって形で、はいはいはい。まあこのトランプ大統領の嫁のね、まあメラニー夫人とかにもすぐに永住権が降りたように、うん、まあこの政治的な判断とかで永住権が取れることもまああるって形でね、うん、まあ抱えてましたけれども。なるほど。まあいろんなこれも怪しいし、まあさらにこの週刊新潮によると、小室系が受けた今回の州保証権というのは前回よりもね、合格率が5%上昇したってことで。お あとはこの15分ほどの面接で人物交差っていうことですけども、うん、まあ通常だはねここで脅されることはないんだけどもただその小室家の情報がね SNS とかにたくさんアップされているので,、まあ、ですねまあでもわざわざなんか身内のね母親がどうとか過去のことまでは聞かれんぐらいな感じっぽいですけどねちょっとヒアリングぐらいなもんで。そうですね ただいろいろとまあ通報も来てるだろうからこの普通の人の面接の質問とはまたやっぱ違ってね、特殊な面接になるのかなって形で、この件だったら当然ね、不法行為とかもまあ俺は特別な人間だからみたいな感じで、ポロっと言っちゃうかもわからないし、まあもう今はねまあ人物交差なんてまあ関係なしに、も小作りとかね宣伝してるかもわからないですけども、プレジェントウのマオンラインとかでは、悪島亭の改修工事に関して、まあ と面白い記事も書いてましたけども、はい、まあ2020年から行われていた悪島邸の改修工事が終わって、まあ、その関係費用総額が44億5000万という形のまあ額になったね。まあ、これにこの高森氏がまあ苦言を呈していて、悪島邸がこの皇太子のお住まいである東宮御所並みにまあ増築というのはその無理があるということで、うん、まあこの仮住まいされていた合格部所もまあ今後この事務所とか所属庫としてまあ活用されるということですけれども、以下がお住まいになれずに、 単にこの事務所とか所蔵庫が必要であれば、まあ、それをね新築した場合にはこの10億もの必要もかからなかったはずみたいな感じでねま指摘してるし、はい、まあ現在のこの御所っていうのはこの上皇陛下が天皇として生まれてたね建物にこの最小限の手を加えるだけの工事だったけども、うん、悪嶋の程度はねそれまで一宮家の邸宅だった建物を皇太子の 東宮御所と、まあ、同じレベルの規模まで拡大っていう形で、うんまあ、莫大な、ね、費用が、まあ、かかったってことでうすなただまあ悪島さんは皇太してはないけども皇、まあ、位継承上位置っていう形の皇室の立場だから、まあ、島嶋店をね、まあ、東宮御所と同じぐらいのレベルの広さに まあ増築をしたっってて形で、えー、なってますけれども、うん、ただこの悪島邸の呼び方っていうのは公私、まあ、御所って形で呼ぶわけでもなくて悪島邸のままっていうことで、はい、そしてまあ皇太子と皇子の違う点としては、まあ、この皇太子はこの外出された時には、まあ、正式にはこの行敬って言葉が使われるんだけども昭島、うん、様の場合は皇子になってからもこの一般の皇族と同じ まあ、おなりとという形の言葉が、まあ、使われることではい、はい、ただこの今日時代的な側室制度を前提としてこそ、まあ、持続可能男系男子っていう形のルールが、まあ、見直された場合にはこの直系主義の原則によって阿久津様はこの講師の立場ではな、まあ、くなるって形でね、うんまあ、海外の王室とかもそのことが分かってたから立候補の例とかも まあ祝電がゼロだったんだろううとということでただまあそれでねまあこのルールが見直されたら当然愛子さまが皇太子になられるってことでまあこの皇子典範とかでは皇子たる巫女として皇太子って形でありますけども皇太子もね巫女もこの皇子典範の用語では男女とも含まれるってことでだからまあこの秋久様がこの将来即位されることは 年齢的にもねそうだし普通に考えてこの想定しにくいということで不測の事故でもない限りはまあ考えにくいしまあ、ね、この安倍さん様がこの自分で即位するつもりがないこともまあ発言をしてるしね、うん、しかもこの立皇嗣の例が行われた時のお言葉とかでもまあそれが表れていて。 まあこれはこの天皇陛下の立体師の例のお言葉をま参照されたことは間違いないだろうという形でまあその表現のね言葉の違いからもま見て取れる部分があって揚げ下げ様からまあ意識して変更された場所がま指摘されていてねまあそれでその場所っていうのがこの立体師の例とかでは天皇陛下のお言葉ではね立体師鮮明の儀が行われてまあ誠に身の引き締まる思いでありますとて形でま皇太子としての責務の重大さを持って力を尽くしてその務めを 果たしててままいりますって形で述べて、はい、まあそれでこの立皇嗣の例とかでは、この秋山様,様がお言葉ではね、立皇嗣鮮明の儀を挙げていただき、誠に恐れ多いことでございます。まあ、皇嗣としての責務に深く思いをいたし、まあ、務めを果たしてまいりたく存じますと形で述べていると、うん、まあこの明らかに違う点としては皇太子としての責務の重大さだったのが、秋山様,様は皇嗣としての責務という形になって、まあ、重大さという言葉が省かれているという形で、これはこの責務を軽く見ているんじゃなくて、 まあ皇太子に比べて不確定な皇嗣という立場を踏まえてま重大さを省いたんだろうということですね。さらにこの「力を尽くして」っていう言葉も削除されていることからねこれはまあその力を尽くす気がないこともまあ伝わっていくるのかなということもありますけども <laughs> まあこの天皇陛下になるつもりがないこともね まあ伝わってくるしまあ天皇陛下はこの「果たしてまいります」という形の断言したね表現に対して「秋篠様は果たしてまいりたく」みたいな感じで「できないままにはごめんなさいね」みたいな感じの言葉がまあ隠れているということでまあこれはもうねまあやる気がないのかなって形でてまさらにこの天皇陛下が「身の引き締まる思い」っていう部分が秋篠様の場合は 恐れ多いという形の言葉に変わってて、これはね、久しさまこの裏口入学させたりとか、まあ、寄付金の賄賂とかで買収したりとか、うんうん、作文盗作みたいな感じで、そういったまあ悪さをしている自覚があるから、そういったね、自然とそういった形でまあ言葉が出てきたのかも分からないという形でまね。つまり、この皇太子と同じような扱いの儀式にしようという形で政府が用意したね不自然な儀式にまあ前向きではなかったということですね。 まあ助けることに徹するのではないでしょうか。って形で、まあ答えているって形でね。ただ、まあ、現状ではまあ邪魔しかしてないんだけども、まあ。過去の天皇の約半数っていうのは、この非摘出で、まあ即出の子供の即死の子供ってことで。まあ、それで、この天皇の生産にあたる女性の四分の一が。 男の子を産んでなかった今はこの制裁しかいないんで男系男子がねどれだけこの難しいかがまあ分かるしね昔よりもこの今の方が子供を産む数とかも減ってきてるし、うん、まあこの将来の深刻な事態がまあ想定されるんであればねだいぶ前からこの対処しておく必要があるわけで今から、ね、まあこの2005年にも小泉首相が条件を含めて検討していたってことで、うん、まあそれがこの試験管ベイビーかわ分からないけれども久しさまが生まれてからまあ中断をして まあこ2005年に提出された報告書というのは、国民の理解と支持が得られて、ねまあ伝統を踏まえたものという形で、制度としてね安定したものであることがまあ挙げられたんだけども、この法案のね不提出の1か月前に、安倍晋三がまあ官房長官にまあついたということで、これももしかしたらまあ統一教会の人事だったのかも分からないという形で、本来はこの皇族にご意見を聞かなければいけない場面だけども、安倍晋三はこの皇族を無視して決めたということで、法案提出のね、 まあブレーキっていう形で、まあ、安倍晋三さんは LGBT の法案に対してもまあ邪魔をしたし、皇位継承についてもこの米文化されたものはまあ明治になってからのようという形でね、だ、はい、からそれまではこの特にまあルールがまあなかったということで、女性天皇とかも歴史上初にまあ女性が誕生してるし、うん、まあこのがね、天皇制度の原理ではないということで、あね、まあそれまでもその女性は結婚したらだめっていうのもなくてね、子供を産むし無理だろうなって形で。 なんとなくの感覚で見市、まあ、なのかなという形で、はい、またこの秋島さんはまでだったら、まあ、その昭和天皇から見ると直径という形でいるかも分からないですけども、うん、も今は完全にな冒険になりましたし、まあ、この後頭部がこの直径で、まあ、続かない場合というのは、冒険も仕方がないかも分からないですけども、はい、まあ今はその愛子さまはいるし、ね、まあこの皇位継承の有識者会議とかでも、過去からね将来へ連続を象徴とする形として、まあ、親から子に、まあ、世代から世代へという形で伝わる。 まあ直系継承が最もふさわしいという形になってま天皇の役割を継承する存在でまあ天皇の身近で生まれて成長された皇族がまふさわしいという形になったということですね。はいはい、まそれでこの男女を区別せずに年齢順に皇位継承順位を設定するま長子優先の制度がま適当であるという形で。 まあ話されたってことで、うん、まあつまりこの次はこの愛子さましか、まあいないだろうってことでねだね。本来だよね。まあ実際この女性とか、女系の天皇とかも世論調査で8割以上が支持されてるし。うん、まあこれもね、まあ今後、ちょっと話し合ってほしいなって形でも、ありますけれども。ね、まあこれはね、まあその統一教会に関しても、まあこういう継承に関してもね。まあ今後どうなって転換なっていくのか、皆さんのコメントとかもらえて嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの者、登録の方もお願いします。 よろしくお願いします。